皆さんこんにちは。今回はコネクトスキルについて解説します。コネクトスキルっていうのはソードスキルを連続発動する機能を持ったスキルレコードのことです。同じ武器種のソードスキルを連結することで、そのコネクトスキルを打った時に連結分が自動的に発動されていくっていう感じです。でコネクトスキルには最大3つまでソードスキルを連結できます。で3つ連結すれば最大4連続ですね、攻撃が可能です、ソードスキルで。でこの3つ分これ連結されたような画面なんですけど、この状態だとこの連結分の SP 消費がないです。だからコネクト分の SP 消費だけでこの3つ分が SP 消費なしで発動できます。でコネクトスキルでその連結分とかも発動している状態で、あの攻撃とかステップスイッチ発動とかでキャンセルできるんで、まあ、例えばコネクトスキル打って連結分入って一撃目連結入りました。でその時にその攻撃ステップスイッチとかで押しまくってればあのキャンセルされるんで、それ以降の連結分は発動されなくなると。だから途中でそれ以降の連結分が発動しないように意識して立ち回ることができます。でコネクトスキルはコネクタっていう装着枠があるんですけど、これ限界突破1回で2枠目の解放、限界突破5回すると3枠目が解放されます。限界突破ってメニューアイテム強化交換スキルレコード強化から限界突破っていくとできるんで、あのメモリア小石っていうアイテムが必要なんですけど、まあそれはダンジョンとか迷宮区回ってればあのスコア報酬とかで取れたり、あの貫突してる状態であのオーダーで被りが出たりすると、まあ、もらえたり、まあオーダーでその出たやつ被ったら限界突破されるので、まあコネクトがその被ったらオーダーで被ったらまあこれ解放されるっていう感じですよね。5回分までで十分なのでコネクタ解放するにはね。まあでもなんかそのモッドスキルみたいにモッドの取り外し機が必要とかそういうのはないんですよ。取り外すときに取り外しが可能とかなくて、まあ付け外しが自由にできるということで、モッドスキルはその3枠目が解放するのがすごい大変で、このゲームのやり込み要素の一つになってるんですけど、まあこのコネクトスキルっていうのは5回まで限界突破さえすれば付け替えが自由なんですよ。まあそういう点はまあ初心者にはどっちかっていうとまあ使いやすい方かなって思います。どっちかっていうとっていうか結構使いやすい方ですね。あの75層ストーリークリアすればあのヒースクリフのコネクトスキルが手に入るので、結構その初心者でも使いやすかったりします。そうですね、これさっき言ったこのメニューアイテム強化交換スキルレコード強化コネクト、まあ、俺はあのメニューステータスプレイヤー装備からあのもっとコネクトっていくことが多いんですけど、まあこれでいいと思います全然。でこれで連結とか解除とかできると。で連結したソードスキル あの連結分が敵に当たるたびにコネクトチェーン効果っていうのが発動します。でこれってちょっと前検証したんですけど、連結分の例えば1連結目が敵に当たんなくて2連結目が敵に当たった場合に2連結目の効果発動します。で1連結目2連結目は敵に当たんなかった、でも3連結目敵に当たったっていう時はこの3連結目の効果が発動します。だからこれ敵に当たった時にこの連結目の効果が絶対発動するので、でコネクトスキルその最初初撃ですね、コネクトスキル打った時に敵に当たんなくてもその後自動であのそのまま連続発動して、でこの連結分が当たったらこの連結何連結目かの効果がその時の連結目の効果が発動するので、まあ、わざと初撃敵外して連結分だけ当てるっていうことも可能ですね。であとはこの連結した分のソードスキルのクールタイムっていうのは一度使うと再使用するまでに時間かかるんですけど、そのかかる時間をクールタイムっていうんですけど、それの5分の1になるんですよ。これ3つ連結したらこれの5分の1これの5分の1これの5分の1が全部加算されるだけになるんで、スキルクールタイムの軽減にもなると。まあ、コネクト実装時のお知らせにちょっと細かく書いてあるんですけど、コネクトの連続発動のキャンセルはステップ入力、通常攻撃入力、スキルボタンの入力、スイッチ発動などで行えますと。コネクトスキルの発動後ターゲットと距離が離れている場合は追従移動を行います。これはあの自動ターゲット設定にしてると、まあ、勝手に追従していくんですけど、
自動ターゲット設定じゃないときは敵にそのタゲ取れてなかったりするんですよ。そういう場合は敵のモンスターの画面上でタッチしてタゲ取らないとそっちに向かっていかないので注意です。まあそのコネクトで連結発動中に攻撃したいモブモンスター画面上こうタッチしていけばすごい遠いところまで、まあすごい遠いところまではちょっとあまりにも距離が離れてると いけないんですけど、ちょっと離れたモンスターに連結発動中にそのタッチしてターゲ取りするとそっちまでそのワープして攻撃が続けられると。でターゲ取り設定なんですけど、メニューシステム設定詳細設定左上にあるんで押して、でこの動作っていうところをここ押すとオートターゲット追従移動っていう設定があるので、これオンにすると、まあ、オートターゲットと追従移動オンになって、まあ、追従すると、まあ、ここに書いてありますね。設定親切にコネクトスキルに連結してるスキルを使用するときは設定に関係なく自動で移動しますと。このね追従移動もキャンセルできるということです。移動入力でキャンセルできると書いてありますね。で小春とかアシストキャラもコネクトスキルは装備はできるけど連結分が発動しません。なのでコネクトスキルの効果使いたいと思ってもあの小春アシストキャラに装備して使いたいと思っても、まあ、発動はしないので注意です。まあ、ただコネクトスキル自体のスキル威力何パーセントダメージっていうのは結構高く設定されてるんですよ大体。なので単純にスキル威力高いから装備するっていうのは全然ありだと思います。で注意点としてあの連結したスキルレコードはあのスイッチで発動すると連結したスキルレコード発動しないんですよ。だからコネクトスキルをスイッチで打つと連結分が発動しないので注意です。で連結されてるやつは誰にも装備できないと。連結中のやつはまあ最もそうですけど装着中のやつは使えないということで、まあ、連結中のやつは他のコネクトに連結できない、まあそりゃそうですよねって話で、コネクタになんか連結してるやつは他のコネクトスキルに連結できないんです。バーストスキルはコネクトに連結できるけど、まあ、バーストは関係なくなりますね。まあもうこれ読んでるやつ読み上げてるだけなんですけど、これもう覚醒とかバーストとか関係ないよとかね。でこの中でも特に重要なのがこのチャージ機能があるスキル、あの弓スキルにはチャージ機能があるスキルがあるんですけど、チャージ機能があるスキルをコネクトスキルにつけるとチャージされた状態で発動するんですよ。未チャージ時じゃなくてチャージ時の効果とかスキルモーションで発動するんですよ。ただチャージスキルは追従しないスキルのためにコネクトスキルによる追従移動は行いませんと。だからそのチャージスキル発動した時にその敵に向かって勝手にワープしていくみたいなことはないということです。あとはコネクタに連結中はあの〇〇のキャラ何枚以上装備時っていうのに適用されないです。連結中のキャラが。あとはコネクトを使うといい場面っていうのがあって、まあ、例えば61層フロアボスのナーシャっていうやつがあのスタン攻撃してくるんですよ。でスタン攻撃ってあの3秒間動けない状態以上なんですけど、まあ、浄化ポーションとかフルーツウォーターとかじゃないと回復できなくて、店売りのポーションとかで回復できないんですよ。で結構そのスタンってうざいんですよ、やってるとなんかめんどくさいんですよ。あの本当周回効率が悪くなるんですけど、コネクト発動中ってそのスキルレコードが自動で発動されるので、スタンにする攻撃がこっちに来てもそれお構いなしに勝手に自動で発動されていくので、コネクトスキル打ち終わる頃にそのスタンの3秒間が終わってたりするんですよ。でナーシャってのあの61層フロアボスのナーシャってなんかあちこち動き回ったりするけど追従移動機能があるのでコネクトスキルってだから結構使いやすかったりするので、だからコネクトで連結したスキルレコードのバフ効果とか発動しつつスタンとか回避できるのですごくいいんじゃないかと思ってます。まあ、しかも連結した分は SP 消費なしで発動できるんで、これからのボスは直剣モッド全盛期みたいに速攻で倒せなくなってくるんですよ。そういう時期だった頃あったんですけど、もうモッド3発で倒せるとか、そういうね、モッドスキル使って他のスキルも入れてなんか3発で倒せますみたいな。
もうなんかね、そのモッドスキル実装時はすごかったんですけど、まあ、コネクトスキルはやっぱそのなんだろうね、すぐ倒すってより中長期戦とかになんかそのバフとかデバフとか打って、そのパーティーのサポートもできたり、バフで自分のステータス高めたり、まあなんか中長期戦っていうイメージがあります。俺は、まあ、最近そのブレイクが重要になってきてるんですよ、今の環境って。スキルブレイクってやつ、まあそういうこのブレイク環境でもやっぱスキル複数打てるから、そのブレイクゲージっていうのを削りやすいんですよ。スキルレコード使うとこういうブレイクゲージっていうのが削れるんですけど、やっぱ連続発動できると削りやすいということで、であとはコネクトスキルで打ったやつはバーストスキルの発動条件を満たせるんですよ。バーストスキルってスキルレコードレベル70、あのレコードフレームとかっていうアイテム使って、あのメニューアイテム強化交換スキルレコード強化からあの強化できるんですけど、スキルレコードレベルで、これでレベル70にするとバーストスキルの、あのバーストっていうのが解放されて、まあ、この発動条件なんたらかんたらっていうのがあるんですけど、これ満たせばバーストとして発動できて、この高いスキル威力で打てるんですけど、コネクトスキルでその連結分とかで発動したやつ、コネクトスキル自体の属性でもいいんですけど、コネクトスキルでこの属性を満たせるんですよ、発動条件を。だからコネクトに連結してダーツチツチって打てば、これの通りに発動条件が満たされるので、あとはそのさっき言った75層のクリア報酬ですね、ストーリーのクリア報酬のやつはこれ残属性なんで、まあ、発動条件が残属性系のバーストスキルだったらこのカヤバコネクトで満たせます。特に今始めたばかりの初心者とか、あの初期装備でこれみんな持ってるんで、これそのカヤバコネクトでこれあの残ヒヒってやれば満たせるので、まあ、使いやすいんじゃないかと思います。あとね、これもねイベントで手に入るんで、常設イベントでこれも誰でも手に入るんで、今のところは。あとは81層フロアボスのラングレンってやつ、これが状態異常が弱点なので、状態異常で倒すっていうのが結構いいんですけど、状態異常スタックを維持するために、まあ、コネクトスキルいいんじゃないかって言われてて、まあ、スタックについては、まあ、スタックの解説記事とか貼っておくんで、まあ、なんか厳密には違うんですけど、ざっくり言うと、まあ、状態異常のレベルだと思っていいです。スタックっていうのを敵に当てれば当てるほど、まあ、そういうスタックっていう数字が積み重ねてって、まあ、状態異常のレベルみたいなのが上がっていく感じで、そのスタックの数が大きいほど与える状態異常のダメージが大きくなっていくっていう感じで、まあ、コネクトスキル、そういう、まあ、状態異常とかバフデバフとかそういうのに、まあ、サポートとか敵に与える状態異常ですごい使いやすいっていうことで、あとは熟練度スキル、メニュー、ステータス、武器熟練度って進んで、まあ、例えばこれ片手再建っていうのをタッチして右下の熟練度スキルっていうのを押すと熟練度スキル一覧がまあ出てくるんですけど、片手再建だと、まあ、この流星ってやつですね、これがステップ直後に発動するやつなんですけど、コネクトスキルってその連結分が発動するたびにステップ扱いでワープするんですよ、一回で。コネクトステップって呼んでるんですけど、コネクトステップで、まあ、こういう熟練度スキルが発動するということで、で片手再建とあと両手槍にもあるんですよ、そのステップした後に。これですね、これなんて読むの、槍舞、あの装具って読むのかな、これステップ直後にその攻撃力が上がったりするやつがあるので、コネクトスキルと相性いいです、槍とか片手再建は。でまあ連結中は視点切り替えとか移動スティックで方向を変えられるので、まあそれでモブ狩りするのもいいし、さっき言ったようにモブ画面上でタッチして、まあ、追従してって、まあ、狩るのもいいしっていう感じで、モブ狩りにもすごく良くて、あとやっぱそのコネクトステップ、そのステップ扱いって言ったと思うんですけど、フォーカス攻撃っていうのも避けられるんですよ。あの敵にこれ狙われて、この赤い足元にマークがつくんですよね。でこれが青くなったらステップした方がいいんですけど、これタイミングに合わせてコネクトステップすると避けられます。でコネクトスキルってその強いのっていう人いるんですけど、現状ではその威力に関係あるのはコネクトチェーン効果だけなんですよ。あのスキルの威力自体に関わってくるのってコネクトチェーン効果だけなんですよ。それ以外はその SP 消費抑えるとかクールタイム抑えるとか、
まあ、そういうものなんですよ。 SP 消費連結分なしってやつですね。そういうやつなんで、その威力に関係あるのってこのコネクトチェーン効果だけなんですよ、威力だけ見るとね。で、斧はこれ攻撃力いくつ上昇とかってあるんですよ。まあこれはブレイク中の敵へっていう条件があるんですけど、まあ斧以外見ると、そのまあ槍だったらこれ HP 回復とか、まあこれも HP 回復か片手直拳なんです。威力に関係あるのは今のところ斧だけで、ぶっちゃけモッドスキルの方が威力出すんだったらモッドスキルのがいいですね。あとはやっぱりそのスイッチにセットしても連結分発動しないとか、小春アシストに装備してもやっぱ連結発動しないとか、そういうルールから見てもなんか威力を出すためのものじゃないなっていう印象はありますね。まあ、とにかく今のところはなんかサポート向けっていう感じがしますけど、まあ、使い方によっては、なんだろう、前言ってたその強い人がツイッターで前言ってたんですけど、その掲示板とかそのコネクトって自動で攻撃してくれるから、なんか一回そのスキルボタンポチって押すだけでもうなんか勝手に連続で攻撃してなんか倒してくれるみたいな、まあ、そういうなんか放置っぽいことも、まあ、強くなればできるんじゃないかっていうのがあるので、まだまだちょっとコネクトスキルについてはその可能性っていうか、まあいろいろ使い方があるんじゃないかなって思います。まあ、コネクトスキルの解説は大体それくらいだと思います。まあ、他になんかコネクトスキルでこういうことできるよみたいな、そういうのがあったら、まあ、教えてもらえるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。